スタンデー・ローリーはオーストラリアの陸上競技選手。短距離種目を専門とした選手で1900年パリオリンピックでは3つの銅メダルを獲得。さらに5000メートル団体ではイギリス代表チームに参加資金メダルを獲得した。オリンピックで同一大会で2つの国から参加し、メダルを獲得した唯一の選手である。ローリーはパリオリンピックにおいて、 まず100メートルに出場。準決勝でアメリカのアーサー・ダフィーに次2位となるが、敗者復活戦に進み11秒0のタイムでトップとなり、決勝進出を果たす。決勝は4人によるレースとなるが、ダフィーが途中棄権したため、3着となったローリーが、銅メダルを獲得した。翌日に行われた60メートルでは、アメリカのアルビン・クレンツレーンとオルター・テュークスベリーから、 わずかに遅れ3位でゴール2つ目の銅メダルを獲得した。さらに1週間後には200メートルにも出場。予選では60メートル、100メートルで敗れているテュークスベリーに勝利したものの、決勝ではテュークスベリーが金メダルを獲得。ローリーは3個目の銅メダルとなった。その後、ローリーは友人であるイギリスの選手からフランスとの5000メートル団体競争に、 エントリーするよう説得される。この競技は1チーム5人による競技であったが、イギリスチームは5人目のランナーに力ある選手を配置しなくても十分勝てる自信があった。ローリーは短距離選手であり、5000メートルを走ったことがなかったが、5人目のランナーとして抜擢された。この当時はまだオーストラリアは大英帝国の一部であり、オーストラリアのオリンピック委員会も組織されていなかった。 レースは最初の一周を過ぎるとローリーは歩き始め、レースに参加した他の9人のランナーがゴールした後も一人、歩き続けているローリーに審判は残り1500メートルでストップさせたが、イギリスチームはポイント差でフランスを下し、ローリーは金メダルを獲得した。ありがとうございます。